ディエゴ・ベラスケス、ラスメニーナス、または、フェリペ4世の家族、1656年、ガフに、油彩、310センチメートル276センチメートル、プラド美術館。スペイン黄門時代美術では、レコンキスタ完了期から1700年、ハプスブルク家支配の終了に至る、時期の美術の流れを扱う。スペイン黄金世機械がとも、 17世紀バロック絵画の中で日の沈まぬ帝国を達成したスペインの美術はその独自性と豊かさから特筆される。イスラム勢力をイベリア半島から追い出すレコンキスタが1492年に完了し、二人でスペイン王座に就いたイサベル1世とフェルナンド2世は本格的に絵画のパトロネージュを開始する。しかし当時のスペインは美術の中心であった。 イタリアの諸都市の美術に近づける環境ではなく、自国の神秘眼も超えたものではなかった。相次ぐ戦争によって文化はあまり重きを置かれなかったことや、イスラーム支配による絵画芸術の伝統の断絶など様々な要因が挙げられるが、外国から芸術家をスペインに招聘するという形で、その更新性を埋めようとした。彼らは当時とが置かれていたトレドや、 貿易の一大拠点のセビリアに集い、後に繋がる美術の土壌を作っていった。1492年、バルト海沿岸のレバル出身で、フランドル地方のブリュージュでフランドル破壊画を学んでいた、ミケル師匠は、スペイン宮廷に仕えることとなった。そこで、フェルナンド王の肖像などを北方的なタッチで描き出し名声を博した。他にも、多数宗教画などを描き、 その後の王族に愛され行進に確かな影響をもたらすものの20世紀になるまで忘れ去られ現在はほとんど作品が残っていない他にはこちらもフランドル派の画家不安で不ンですが陰影のしっかりした北方的な宗教画や肖像画を描いているこのように北方ルネサンスのフランドル絵画と密接な関係にあるただスペイン出身の画家も現れ始め パレンシア出身のペドロ・ベルゲテはフランドル派の描き方を習得した後、イタリアへ旅行して、ウルビーノの宮廷とも関わった人物で、1483年にスペインへ帰ってくる。彼のイタリア風の表現は宮廷のみならず、教会も欲しがり、広く影響を与えた。おそらくスペイン人画家で、最初期にイタリアの表現や技法をスペインに、 本格的な形で導入した人物であるから、美術史的に重要な人物である。イタリアからの影響という点では、不安でボルゴーニャがフレスコ画の技法をイタリアから導入したことも特筆される。アビラやトレドの大聖堂に、トスカーナ的な彼のフレスコ画が多数残っている。宮廷以外の地域でも、絵画の革新が起こった。貿易と金融で当時スペイン一の豊かさを誇った。 バレンシアでは、イタリアの画家パオロダサン・レオカディオが写実性に富んだ作品を生み出し、バレンシア出身の画家、フェルナンド・イエーネス・デラ・アルメディナは、同時期に活躍していたレオナルド・ダ・ヴィンチの様式を見事に吸収している。同じく、バレンシアのエルナンド・リャノスもイタリア絵画の流れを組んだ作品を多く描いている。同じく港湾都市のバルセロナでも、ミラノからナポリまでを渡り歩いて修行した。 ペドル・フェルナンデスが現れ、主に祭壇画で活躍した。セビリアでは、アレホ・フェルナンデスが1540年代までセビリアの画壇に君臨していた。これらのようにフランドル派とイタリアルネサンス絵画から貪欲に学び、以降の強固な素地を作り上げた。しかし学びはしたがスペインに、純ルネサンス的な絵は流行らず、熱心なカトリシズムのため宗教画が主であった。また、 スペイン人の画家も活躍し始めたものの、やはり外来の画家の方が、先進的だとされ重宝される時代は17世紀まで、顕著である。ハプスブルク家出身のフェリペ一世の短期間の統治の後、あと、1516年に即位し空前の大帝国を、統治したカルロス一世と、それを受け継ぎ1598年まで即位した、フェリペ二世の時代を扱う。 新大陸の資源による莫大な収益と組織された官僚制や常備軍を備えた中央集権国家が完成され絶頂期を迎えたが相次ぐ海外遠征や宗教戦争に関与した時代である。16世紀前半はスペインにマニエリスムの様式が導入された時期である。主な画家としてペドロの息子アロンソ・ベルゲテとペドロ・マチューカが挙げられる。ベルゲテは 父親の没後イタリアに渡り、各地で絵の修行をしたのみならず、ミケランジェロから彫刻を学んだ。1518年に戻り当時のイタリアで起きていたマニエリスム様式をスペインに導入した。同時代の最も優れた画家として評価され、スペインで自律的な活動ができた最初の画家と言われる。経済的にも裕福だったと伝わり、最高の名誉である、 宮廷画家にもなった。しかし、カルロス一世とも面会しグラナダの宮殿や、教会装飾を担当する予定であったが実現せず、愛想をつかした、彼は1526年以降は、絵よりも宗教的な法越を表した彫刻での表現に、軸を移していく。実際カルロス一世は、スペイン王であったものの相次ぐ遠征で、スペインの宮廷には、ほとんどいなかったため、 宮廷画家との綿密な打ち合わせは困難だったと考えられる。ペドロ・マチューカもベルゲテ同様に長くローマで学び、ほぼ同時期にスペインに戻ってきた。バチカンでラファエロの工房の一員として働いていたとされ、彼の作品にもラファエロ風の聖母子像がある。ただし、スペインに戻ると同僚のベルゲテの影響かマニエリスム的な表現へと移行する。 また彼は建築家としても活躍し、アルハンブラ宮殿にイタリアルネサンス様式の宮殿を設計するなど、多方面に才能を発揮した。この時代は、その強大な経済力と権力からハプスブルク家勢力下の地域から名画を多数収集し、王室のコレクションが形成されていった。裕福な貴族たちもフランドル派の絵やベネツィア派の絵を購入するようになる。また、 カルロス一世は1548年ドイツのアウクスブルク滞在中にキツヤーノに奇情像を描かせている。キツヤーノを気に入ったカルロス一世は彼に年金を与え特別にもてなし、フェリペ二世は彼をマドリードに住まわせている。それゆえにキツヤーノの絵画は宮廷画家を驚かし、貴人の神秘眼を高めた。彼の後期の作品が持つ色彩表現やタッチは、 後世のスペイン画家たちに計り知れない影響を与えたのだった。16世紀後半フェリペ2世紀の時代になると、版画技術の向上や交易の進展で、イタリアの版画の影響がよく見られるようになる。マルカントニオ・ライモンディのラファイロの作品を写した、版画がスペインに広く流通した。これまではフランドルなど、北方的な要素が強かったスペイン絵画も、 イタリア思考が強まり決定的になった時代である。それを、セカンドハンドルネッサンスと形容する学者もいる。図像も技法もイタリア絵画に準拠する傾向が強まり、独創的な表現は現れなかった。この時代周辺の代表的な画家に、フアン・コレア、フアン・ソレダ、ヴィンセント・マシップ、フアン・デ・フアネスラ、フランドル出身のピーター・ケンペン・エールがいる。 1561年マドリードに首都が占理、フェリッペ2世自身は郊外のエルエスコリアルに住んだため新たな宮殿や教会が多数建てられた。そのため画家の需要は激増した。この活気に満ちた時代で特筆するべき人物としては、ルイス・デ・モラレスがいる。聖なるモラレスと形容される彼は1545年のトレント公会議といった対抗宗教改革の意識を持ち、深く、 カトリックにキエシある種の神秘体験を経験している。そのため彼の絵は宗教画しかない。ただ聖母子の優しい表現や生々しいピエタの表現などその絵画技術は卓越しており注目される。ポルトガル系の家柄に生まれたアロンス・サンチェス・コエリオはキツアーノの作風を学び、肖像画家として絶大な名声を保持した。彼はまた宮廷画家として エスコリアルの内部装飾を担当し、多くの宗教画を描いている。エスコリアルグーの装飾はこの時代の最大の仕事であり、コエーリオ以外にも耳と発声の障害を患ったフアン・フェルナンデスでナバレッテが活躍し、帝国の異様を誇示した。ただ、エスコリアルグーも外国の主にイタリア系の画家が多数加わっており、代表的な人物としては、 フェデリコズッカリとその後継者のペッレグリーのティバルディがいる。カトリックの名手であったフェリペ2世の拠点ということだけあって、この時代のカトリック圏の芸術の域を集めた壮麗な空間が誕生したのである。エルグレコはフェリペ2世の時代で最も重要な芸術家であり、後期マニエリスムの代表的存在である。本名はドメニコステオトコプロスであり、 エルグレコはイタリア語で、ギリシャのという意味のグレコに、スペイン語の定冠詞がついたものである。1541年ベネツィア共和国の支配下にある、クレタ島に生まれ、現地に色濃く残るビザンティン美術の伝統を継いだ。ベネツィアに渡り以後イタリア各地を渡り歩きながら、イタリアルネサンス絵画の技法を習得し、特に、ティツィアーノやティントレットに代表される、 ベネツィア派の絵画に傾倒し自らの画風を確立する。彼は正確な理由は不明だがローマを去り、1577年にはトレドにいた。イタリアのように画家の地位が高くないスペインでの生活は彼にとって厳しく、またエスコリアルグの祭壇画もフェリッペ2世は気に入らず飾られなかった。絶えず注文主との金銭的なトラブルにあったが拠点を、 オイタトレドを中心に活躍し1614年に亡くなった。そのため、トレドの教会に多くの傑作が残っている。代表作は、オルガス博の埋葬。エルグレコのビザンティン美術の流れを組む奇抜な構成は、理解者に恵まれなかったとはいえ一定の評価がされていた。しかし彼の晩年には、バロック絵画の流星によって、マニエリスムの美術は古いとされ、 少しずつ忘れ去られていった。再評価は20世紀を待たなければならないが、その個性は、スペイン美術において、名実ともに、最大の巨匠の一人である。1598年に即位した、フェリップ3世は、祖父や父のような器量と最地を持てず、無駄な戦と、労働力や農民として帝国に貢献していた、モリスコ追放などを行い、国力を疲弊させた。政治は、 デルマ公爵が怠惰な王を支えたが、この関係は、超新政治の形成をもたらしてしまう。しかし公爵はこの時代の画家のパトロンとして活躍し、イタリアの版画を収集したり1603年に、訪問してきたルーベンスに、肖像画を描かせたりしており、この時代の美術の中心的な存在となる。公爵が呼んだ画家として、エスコリアルグルで働いていた、ズッカリの弟子であった、イタリア人画家。 バルトロメ・カルドゥッチョが挙げられる。死から受け継いだ保守的な絵を多く描いたが、実務家としても優れ、多数のイタリア人画家がスペインにやってきたのである。しかし保守的な画家ばかりで当時ローマで石鹸していた、カラバジョやカラッチなどのバーロック的表現はまだ受け入れられなかった。バルトロメの息子、ビセントも公爵のもとで、精力的な活動をする。保守的な作品を描いたものの、 かなりの読書家で蔵書を大量に残した教養人でもあり、画家という仕事の地位をスペインにおいて高めるという大きな役割を果たした。同僚の画家、エウジェニオ・カヘスと共に、実りはしなかったもののメドリードに絵画アカデミーを創設しようとした運動を起こした人物でもある。他には、驚異的な成功さを持つ、生物画を描いた、不安版でアハーメンが活躍した。 公爵の息子ウセダ公爵は陰謀で父親を追放し、美術にも関心がなかったので、マドリードの宮廷美術は、停滞期を迎える。サンチェス・コターン、マルメロ、キャベツ、メロン、キュウリのある生物、前6 0 2年頃、ガフに、油彩、68、984、5センチメートル、サンディエゴ美術館。キュート・トレドでは、独立的に絵画の伝統を保っていた。 1627年まで筆を持ったフアン・サンチェスコタンは宗教画も多数残しているが彼の本領は精室な生物が出会った。厨房を描くという伝統を作り出し、その高い写実性は非常に高く評価されている。スペインの自然主義絵画の先駆であり、マニエリスムからバロックへ移る起点となった。フアン・バウティスタ・マイノはトレドに、 カラバジョ風の絵画を導入した人物であり、後進たちに大きな影響を与えることになった。しかし彼は1613年に筆を折り、スペイン絵画の黄金時代を統治することになるフェリペ4世に芸術の教育を施した。カラバジョの影響を受けた他の画家にエルグレコ文化で独特の表現を残したルイストリスタンやペドロ・オレンテなど、トレドが絵画の中心を担った。 バレンシアでもフランシスコ・リバルタが動的な宗教画を描き、セビリアではベラスケスの死であるフランシスコ・パチェーコが写実的な作品を残し、一時代を築き上げた。彼は絵画芸術論という理論書も残している。これらの画家たちから次世代は学び、意外な時代が訪れることになる。フェリペ4世が1621年に即位した。 彼はマイノの教育のためか祖父フェリペニセイのように美術を愛した。ディエゴ・ベラスケスは1599年セビリアに生まれる。貴族の家系と年代記の作者は書いているものの、具体的な根拠はなく、ポルトガルから来たコンベルソの家系とされる。同郷の画家パチェコの下で研鑽を積む。初期の作品はやはりボテゴンの絵が主であるが、その高い技術力からセビリアにいた頃から、 宮廷の目に留まっていた。1623年に、マドリードへ行った際オリバール伯爵ガスパールで、グスマンの紹介でフェリペ4世の肖像画を描き、若い国王に気に入られて宮廷に呼ばれる。1627年に、スペインからモリスコを追放する、フェリペ3世のコンペティションが行われ、長老閣のビセントカルドゥーチョラそうそうたる顔ぶれの中、ベラスケスは参加し、 見事勝利した。以降フェリペ4世紀の絶大な信頼を受け球帝画家として、格好たる地位を早くも掴んだのである。ディエゴ・ベラスケス・バッコスの勝利、1628から1629年、ガフに、油彩、165センチメートル225センチメートルプラド美術館。彼は敵を作らないよう控えめに過ごしていたが、絵画の研究を惜しまなかった。 オランダ絵画を版画を通じて学び取り、1628年にルーベンスがマドリードに長期滞在した際に信仰を結んだ。ベラスケスはルーベンスから深い影響を受け、彼の技法や構図を真似たりしている。バッカスがこの頃の代表作。また、ルーベンスのイタリアに行くといいという助言を受け継ぐさま、イタリアへ行くというほど彼を尊敬していた。 1629年外交官の役割も兼ねながら、ベネツアやフェル、ダーラ、ナポリそしてローマに最も長く滞在した。イタリアの巨匠たちの絵画を貪欲に吸収して1630年に帰ってきた。しかし単なる技法の習得だけではなく、様式まで学び取り、スペイン宮廷でこれまで見たことのない大胆な背景を用いた絵を描くようになる。彼自身は、 その後王宮の装飾などを手掛けるが、時代的にネーデルランドやフランスとの相次ぐ戦争があり、戦争を主題にした絵をたくさん描いている。カルドッチラ先行作品を学び描いているが1634年のブレダの会場は、敵味方が対等に描かれており斬新な表現がなされている画期的な傑作であった。鍵を渡す際の図像は劇作家カルデロンの ブレダの包囲戦という作品の一節から来ていると、される。カルドッチやカヘスラ長老が亡くなると、ベラスケスは、宮廷画家として、絶大な力を持つことになる。王室コレクションの管理や、画家の招聘など様々な業務を行っている。1636年から1640年まで、王室周辺の人物の肖像画や、神話や、古代の人物たちを描いている。 当に存在していない人物であっても現実を写し取ったかのような迫真性は肖像画の極致と言われる。彼は宮廷画家であるが宗教画を比較的描いていないことも特筆される。無論宗教画の需要は多かったので同時代にはアントニオ・デ・ペレーダやフライフ・フアン・リッシなどの宗教画家が活躍していた。フランシスコ・デ・スルバランは1598年に エストレマデューラ地方に生まれ1614年から絵の修行に励んだ。しばらくは学校として採取企業を担当していたが、1626年再婚相手のベアトリス・デモラリスのつてでセビリアに進出する。教会の祭壇画など、精力的に活動するほか、足場を強固にするため安い値段で作品を売ったため、人気の画家になった。 1627年に描いた写実的な肉体表現を施した卓形図で名を馳せ、翌年の聖ペドロ・ノラスコの連作が有名なものに聖ペドロ・ノラスコに現れた聖ペドロでその地位を不動なものにする。彼の作品は明暗の劇的な対比と静かな構図が特徴的で注文主の思考にも配慮して創作したという。こうしてセビリアを代表する画家になった。 セルバランの名はマドリードの宮廷にまで届き、1634年に、おそらくはベラスケスの招きによってマドリードにやってきた。カディスの防衛などを手掛けるが、静筆な絵画を得意とする。彼はダイナミックな表現が求められる。戦争画には向いておらず、あまり賞賛されなかった。そして、失意のうちに再びセビリアへ戻るが、成熟した彼の絵筆は止まらなかった。 これまでのスペイン全体の画家に共通して、イタリア絵画を模倣するという傾向があったが、スルバランは、自らのスタイルを重視して、前例のない図像を生み出していった。宗教画のみならず、肖像画や、古坦の系譜を継ぐ精巧な生物画まで、幅広く手がけていく。また、後述するナポリのリベラの影響を受けているとされ、セビリアのアルカラ公爵が収集したイタリア絵画の、 コレクションを学び、自作の表現を多様化させた。そして1639年サンタマリアでグアダルーペ、修道院への絵画制作がキャリアの世紀と言えるだろう。アロンソ・カーノは1601年グラナダ出身の画家でセビリアに移り、ベラスケスと同じくパチェコに支持そのため、ベラスケスとは知り合いで長年友情関係で結ばれることになる。 彼は彫刻も学んで折り底で培った手法で古典的な雰囲気を出した。典型的なセビリア海岸の流れとは異なったところに位置する画家であり、スルバランのライバルでもあった。1638年にベラスケスの招きでマドリードへ移り、その独特の絵画で地位を確立していく。ホセデ・リベラは1591年バレンシア近郊で生まれたが、 1615年まで格好とした足取りがつかめない画家である。ただ1610年ほどから北、イタリアを周遊し、パルマにいたことがわかっている。北イタリアの自然主義を得得し、それからローマへ移りカラバジョラバロック絵画を生身で体感する。リベラの持つ重たい黒の表現や人を美化せずその醜い部分までも鮮明に描写する作風はカラバジョから学んだものと言える。 また、当時ローマは、様々な地域から、絵の留学生が集っていたため、ネーデルラント系の画家たちとの交流の跡が見られる、作品もある。そして1616 16年に、ローマで学んでいたサンルカ美術アカデミーに別れを告げて、当時スペインの飛び地的領土であったナポリへ向かった。ホセデリベーラ、エビアシの少年、1642年、ガフに、油彩、 164X94 センチメートルルーブル美術館。スクヤ、イナやオスナ公爵に抱えられ、彼のために絵筆を振るうことになる。劇的な名案法や迫力ある筆地に磨きがかかり、一気にナポリ周辺の画家の名手となっていった。経済的にも安定して、歴代スペイン複王からの受注も応えた。エッチングにも竹版画によって、広範な影響を与えることになる。 当時ナポリクス氏の絵画コレクターであるガスパール・ローメルのコレクション、特にルーベンスやその弟子であるヴァンエイクラの作品から学んだ。しかし彼の前期のキャリアを見るとやはりカラバジョの影響が圧倒的である。1629年にはセビリアのアルカラ公爵の受注が入り、肖像がデモクリトスを含んだ作品群を描いた。この作品は完成された写実性と 明暗法からリベラの代表作とされる。公爵との実り深い交流によって様々な傑作が海を越えてセビリアに入ってきた。そのためセビリアにいたスルバランやアロンソ・カーノなどに大きな影響を与えたのだった。自らも1630年代半ばからローマにいたフランス系の画家たち、例えばクロード・ロランの風景画に影響を受け。 これまでの陰影法とはまるで違う牧歌的で鮮やかな青を試したりしている。カラバジョ風からリベラ独自の芸術を作り上げるべく、研鑽を続けた。その成果と言えるのが、ヤコブの夢である。人物のズバ抜けた写実性はもちろんであるが、背景の表現はカラバジョから離れていることがわかる。このように独自の道を切り開いて、ますます名声を確かなものにするのだった。 この時代はスペインにとって苦難の時代だったと言えよう。オランダやフランスとの相次ぐ戦争によって疲弊し、国庫は破綻している。しかし軍事と経済の著しい交代と反比例するかのように巨匠たちが活躍した。ベラスケスは相次ぐ戦争の最中でも宮廷画家の仕事を全うしている。それどころかティツアーノやルーベンスを研究し、 より成熟した作品を作り上げた。1648年のビーナスとキューピッドでは、スペイン絵画として珍しい女性裸体が描かれている。これはティツヤーノが宮廷コレクションに残したポエジアという神話の連作から着想を得ており、彼とルーベンスの裸体表現を参考に仕上げている。この頃から精力的に宮廷のコレクションを整理し始めるので、 それまでに蓄積された巨匠たちの絵画と直に触れられる機会ができたのは大きかった。1649年から再度ベネツィアへ行きそれからローマに1651年まで滞在した。イタリア絵画の買い付けだけでなく外交官としての仕事も果たしていたとされる。彼は1650年に教皇インノケンティウス10世と面会し、インノケンティウス10世の肖像を描き上げ、 彼の肖像画で最も優れた作品の一つとされる。また当時のローマではやはりフランスのクロードロランらが古外での制作をしていたので、それを参考に、ベラスケスも古外でローマの風景を描いた作品を残している。このように彼の名声は全ヨーロッパに広がりつつあり、教皇や英国王、チャールズ一世のコレクションに収められるようになった。 王宮の装飾など様々な仕事を精力的にこなすベラスケスに対し、フェリペ四世は名誉あるサンチャゴ騎士団の称号を与えようと思い始める。身元調査などを秘密裏に行い1658年にサンチャゴ騎士団員になる。一画家では到底なり得ない名誉を手にする時期周辺に描かれたのがラスメニーナスである。 自身の肖像も描き込まれているがそこにある騎士団のマークは受釈されてから付け加えたものである。晩年も全く衰えることなく対策を完成させていった。1660年に長年続いたフランスとの戦争が終わり、フェリペ4世の娘、マリー・テレーズ・トレイ14世の婚儀を取り仕切る仕事をシオエルと熱病に倒れ、マドリードでその栄光に満ちた生涯を終えた。 アロンソカーノ、変国への降下、1655年頃、ガフに、油彩、169X120 センチメートル、ロサンゼルスカウンティ美術館。ベラスケスは仮作であり、ほとんどの作品が王宮にあったため宮廷に近い画家にしか影響は与えられなかった。ベラスケスに招かれて宮廷に来たアロンソカーノは、セビリア時代、 輪郭線をしっかり取った彫刻的な人物像を描いていたが宮廷時代に接したベラスケスの絵画を学び、その硬い表現は柔らかい色彩表現へと変貌した。人体の研究もはじめラタイ像にも挑戦している。しかし彼の妻が1644年に殺害され、犯罪者として怪しまれると、彼はこの環境に厳滅し宮廷を去って、故郷グラナダに戻った。 1657年から1660年まで一時的にマドリードに戻っているが、余生をグラナダで過ごした。フアンバウティスタ・マルティネス・デル・マーソ、ブエン・レティーロの池、1657年、ガフに、油彩、147X114 センチメートル、マドリード歴史博物館。ベラスケスの弟子として働いていたフアン・マルティネス・デル・マソは、過去の巨匠の複製画や、 王室の肖像画を、多数残している。当時のスペイン美術として大変珍しいオランダ風の風景画を描いていることは注目される。ベラスケスの守護宮廷画家の地位を引き継いだ。この時代の画家たち、特に1640年代以降、ルーベンスの絵画は一つの芸術の頂点として授与されていった。直接交流のあったベラスケスの次の世代にあたる彼らは、 ルーベンスの作品をよく研究し迫力ある作品を残した。1614年生まれのフランシスコ・リー氏はセビリアで活躍した後マドリードに上り1639年から宮殿の装飾画家としてルーベンスの作品と直に接して多大な影響を受けている。彼のセビリア風の自然主義的絵画がルーベンス風の色彩表現に変わっていった。彼は 同い年の優れた画家、フアン・カレーニョ・デ・ミランダと共に、ルーベンス風のフレスコ画を描いている。代表作は、サン・アントニオ・デロス・ポルトゥゲーセス聖堂の園外に描かれた聖アントニウスの原始で、二人の共作である。カレーニョ・モリー氏を通じて、ルーベンスを研究して、ルーベンス風の宗教画を残している。その迫力と、 色彩表現は高く評価され、時代を代表する画家の一人になる。彼は1671年から宮廷画家に任命された。他には後に、無理医療に多大な影響を与えるフランシスコエレイラがいる。彼が生まれた時のセビリアは、ヨーロッパ一の港として繁栄を極めていたが、この時代になると、経済的に衰退していった。また、 1649年の薬病で人口が半減するなどセビリアの没落は深刻であった。その環境は当地で格好たる地位を築き上げたスルバランにものしかかることになる。彼の絵を買ってくれていた教会がその余裕を失い、彼の絵はあまり売れなくなったのである。さらには家族も薬病で失っている。ようやく復興がなされ、絵画市場が再び開かれると彼は、 精力的に活動を開始するが、もう、セビリアの人々は、彼の厳格な様式を、好みはしなかった。1640年代から急に頭角を表した、バルトロメエステバ・ムリーリョという神聖に注文は、集中して、スルバランの絵は、時代遅れとされるのだった。1658年に、ベラスケスを頼って、マドリードに登るが、度重なる不幸に枯れてしまった。 彼は復活することなく、1664年、マドリードで失意のうちに亡くなった。1618年に、セビリアで生まれた。彼は当初セビリア伝統の自然主義的な作品を作っていたが、ルーベンスの影響を組んだフランシスコ・エレイラの作品を学び、豊かでニューアナ式彩表現を編み出した。1645年、セビリアのフランシスコ会、修道院の装飾で名を馳せ、 先輩のスルバランの地盤を脅かす存在へと成長していった。その後はフランシスコ会関係の仕事を任されるようになり、画家としての地位を確固たるものにすると、教会以外の富裕な市民向けにも作品を描くようになる。彼の描くニューアで優しげな人物像が人々の支持を得て、セビリアを代表する画家となる。バルトロメ・エステワン・ムリーリョ、飲みを取る、少年。 1650年頃、ガフに、油彩、134cmX110cm ルーブル美術館。ムリー医ョは、宗教がのみならず、世俗的な絵をいくつも残しており、その観察眼の鋭さも高く評価されている。1650年に完成した、飲みを取る少年はその恒例であり、彼の代表作の一つである。 強烈な明暗対比の中でうつむく少年をリアルに描き出しており、高い出力がうかがえる。ナポリのリベラ作、エビ足の少年といった社会の仮想部に位置する、人々をそのまま表現するピカレスク的作品の、系譜をしっかりと受け継いでいる。彼の代名詞と言えるのは、無限在の親鳥という作品で、生涯を通じいくつも描かれている。これは薬病など、 社会不安の時に特別高まったマリア崇拝の賜物で人々は溢れる信仰心を注いだ。その自流に合わせてこれらの作品を描いたムリーリョは圧倒的な地位を確立するのだった。同世代のライバルとして不安でバルデスレアルがおり彼との切磋琢磨によって非常に磨き上げられていった。バルデスレアルは残酷と言えるほど生々しい表現を追求したので 無理医療と異なる傾向だったためか市場を奪い合う関係ではなく、共にセビリアで美術アカデミーを創設する運動を起こしていくのである。1660年代には無理医療の名声はヨーロッパ中に広がっていた。通称、温かい様式と言われる彼の画業の最も華やかな時期であり、円熟した表現が達成されている。彼の絵の購入者も国際的な広がりを見せる。 特に無理医療の絵は、イギリス人に評価され多数の作品が渡り、18世紀のイギリス絵画に多大な影響を与えることになる。彼の絵は、スペイン絵画の集大成でもあり、次の時代のロココ絵画の先駆とも言われている。彼の国際的な影響力ゆえに最も有名なスペイン人画家であり、ベラスケスの作品が公になるまで、名実ともに最大の巨匠として、 美術史に君臨することとなった。1682年に没した。フアンデバルデスレアール、インイクトウクリ、1672年、ガフに、油彩、220センチメートル X216 センチメートル、セビリアのカリダードセリョウイン院。無理リョが17世紀後半のセビリア絵画の光と、するなら、バルデスレアールはその影にあたる。 セビリア生まれで1622年に洗礼を受けたことが分かっているが、その足取りは不明なところが多い。セビリアの自然主義を習得し明確な洗描が特徴。1653年から手がけたカルモーナの修道院装飾で名を挙げた。以降、彼の表現は動きに満ちた激しいものへと変わっていき、筆致も荒々しくなっていった。 強烈で劇的な表現を目指したため、同時代の無理医療とは、信仰があったとはいえ正反対の美意識を持っていた。1664年にマドリードへ旅行しており、フランシスコリージラ当時宮廷で活躍していた画家たちの作品から学び、その表現が深まっていく中で、明るい色調の作品も描くようになった。代表的な作品は、死のグルーイの連作であり、 確かな描写力と陰気で激しい迫力を備えている。バニタスの発露からして、バロック絵画の典型と言えよう。大きな成功を勝ち取りながら1690年に、没した。これをもって17世紀セビリア絵画の終焉とされる。1664年にフェリペ4世が亡くなり、カルロス2世が即位した。病弱な王は、経済や国力の立て直しはできず、 強大な力を持つようになった、隣国フランスのルイ14世に悩まされることとなる。領土も縮小しかつての栄光も消えていった。そして1700年に、カルロス2世は没しスペイン継承戦争が勃発するのだった。画家たちも、前時代の偉大な達成の模倣に終始した感が強く、また経済衰退のため市場も小さくなり、絵画芸術は衰退した。 この時期に注目されるのは、クラウディオコエイリョで10代の頃リー氏の下で学び、花々しい活躍を見せ、1680年代を代表する画家になった。エルエス・コリアルグーの装飾を手掛けており、名実ともに最後の巨匠といっていい存在である。彼の死の前年1692年に、ナポリからルカジョルダーノがマドリードにやってきて、 スペインハプスブルク家の勝利という天井画をエスコリアルクーに描いたが皮肉にもその数年後スペインハプスブルク家は断絶してしまったアントニオ・パロミーノは画家であるがスペインのバザーリと呼ばれるように1724年に完成した絵画美術館と四角規範という著作を残し黄金時代に活躍した画家の表伝を書いているこの表伝が今も 研究の基礎文献として使われており、最後の総仕上げ的な記念碑でもあった。ありがとうございます。